前田殿も。毎度岩本でございます。週刊パシフィックリーグ皆さんにお届けしたいと思います。はい、順位はこうなってます。ソフトバンク、マジック15、今週は3勝2敗と、元気なかったかなと思ってたけども、誰か一人頼りになる選手が調子悪くなってると心配になってくるのね、コンちゃんね。でもコンちゃんが徐々にこう右方向引っ張りの打球が出てきたんで、調子上げてきている。ほんで自分の打席の結果にもつながっている。ほんでチームもそういう時にはやっぱ勝利を収める。そういった意味でもうマジックを着々と減らしながら15、2位の日本ハムに11ゲーム差つけております。9ゲーム差となった時はウォーウォーウォーってなったけども、9.5か9ゲームか、まあ、なんていうのかな、総合的な力はかなり強いものを持ってますね。そして日本ハム、今週ちょっと元気なかったかな。1勝3敗1分け、イーグルス戦で1分け1敗か、長い延長戦もあったね。レイエスが絶好調、で清宮幸太郎も絶好調、打線に左右のスラッガー絶好調が2人いるって、これめちゃくちゃ強みなんですよ。なのでバタバタ慌てることはありませんね。一つだけ後ろのピッチャーに強い強いと言われていたブルペン陣に少し疲れが見えてきたかなという感想は持っている。まあ柳川が打たれて、今回、日曜日の試合で逆転サヨナラ負け食らった、打たれたのは池田かもしれないけども、劇場作ったのは柳川。それはね、投げてて今までうまくいきすぎなんですよ。でどこまでうまくいくかなってずーっともう担いでたのよ、みんなで。でここでプロ野球の壁にしっかりと直面して、こっからやね、柳川がそれをどうやって乗り越えるのか、壁が高かったらぶち破れやいいし、それがハードルで高かったらくくっていけやいいし、いろんな工夫があれば必ずそれを乗り越えてその向こうの次のステージの景色が見えるから頑張っていただきたいね。打線が調子いいと僕は見てますんで、ほんで水野もずっと今週ヒット出てなかったけど、最後タイムリーいいとこで打ってたから、まだまだ元気な二遊間がチームを引っ張ってくれるんじゃないかな。ロッテ、ファイターズを3ゲームで追いかけてます。今週3勝3敗、ライオンズに2勝1敗、これホークスに1勝2敗と、ロッテがその中でちょっとねいいトピックスプレイヤーが出てきたのね。佐々木朗希、新聞では15球団のメジャーのスカウトが見てる中でどうのこうの、いやいやもうそんなんどうでもいいのよ。佐々木朗希はロッテの佐々木なんで、いかにチームの勝利に貢献するかですよ。だからマウンド上で本人は絶対そんなねスカウトの目とか意識してないと思うけども、チームが勝つためにどんな投球をするのか、そのシンプルさで彼の責任が、しっかり果たせていくんじゃないかと思いますよ。ほんなら納得を生み、納得の積み重ねでアメリカ行ってこいで周りが背中押してくれるよ。で安田が上がってきたね。安田が打つとなんか元気が出るね。バットが効くとサードでファインプレーもしてたよ。で藤原もいい刺激受けるし、でポランコ外がググッともう一回上がってきてくれると、これロッテは地元開催まだまだありますからね。はい、4位の楽天、その3位のロッテをまだまだ3ゲームで追いかけてます。今週1勝3敗1分け。ファイターズ戦で見た時にはバッターたちがやっぱ甘いボール入ってきたやつはしっかり打ち返せる準備はできてんねん。だってエスコンで28日の試合か、山崎幸也からバカバカバカーンと、まあ、あの時は山崎幸也がチェンジアップがふわっと高く浮く球が多かったんだけど、それをねしっかり捉えている主力の打者たちがいたんで、まあ、打線の方は問題ないかと思っていたら、バファローズ3立て食らいました。これはねバファローズのピッチャーたちが良かったのよ。これイーグルスはバファローズに3立て食らったのは曽谷が良かったりとか、ほんで宮城が良かったりとか、エスピノーザはまあそこそこやったけども、そのいいピッチャーに当たったら強い打線もこうなるということやね。まあでも A クラスへのチャンスは全然あるし、ゲーム差対象の2位のファイターズのゲームもたくさん残ってるんでね、楽天はその先発ピッチャーがビシャッとハマってきたら、これ上位に上がってくる可能性十分ありますからね。オリックス今週4勝1敗、急に元気になってきた、急に元気なくなったり急に元気になる、オリックスの特徴でもある。まあ今楽天戦で言ったけども、ピッチャーたちがねここに来て、調子を上げてきてくれている、俊平太がガラリ変わったね。前回の登板やったかな、その前やったかな、急に、その試合の3回か4回ぐらいからカーブをしっかり体に腕を巻きつけていいフォームで投げれるようになり、そっから変わったね。急に自分が向上するきっかけを探してたその俊平太が、あれは多分キャッチャーの森友哉のアイデアだと思う。それかピッチングコーチのアイデアなのか。カーブで、カーブってね、しっかりピッチングフォームが上下の連動がうまくいけないと
あの縦に割れるカーブってコントロールしにくいのよ。どっちが速くても合わなかったらすっぽ抜けってよくあるでしょ。あかんあかんって手先だけで、細工しようと思ったら引っ掛けがある。縦のあのドロンとしたカーブはまっすぐと全く違う向きで投げるんで、その連動があって腕の巻きつきでボールをパッと手放すようなボールなんですよ。だからピッチングフォームがしっかりいった時にあのカーブがまとまるんで、カーブを投げながらフォームをしっかり整えてストレートとフォークボール、そこに着手してめちゃくちゃいいピッチングになってんか、急に、あ、俺ってこんなタイプだったよねって、またまたいい時の自分を探し当てたし、で新しい自分とも出会えたんじゃないかなという新ペーターへの解説は持ってます。脅威ですね。あの A クラスまで 5.5、 これひょっとしたらひょっとするってやつやんかね。オリックス、楽天、ロッテ、どのチームが、A クラスになるのかと言うてるけども、これファイターもわからんよ。だってゲーム差対象チームと当たることがよくあるんだから。うん。で、西武が元気になって台風の目やで、最下位に低迷し続けているライオンズだけども、でも A クラスが完全になくなって渡辺監督代行がもう辞任するというような報道も出てます。うん。GM 職もなく、もう辞められるんじゃないかとか寂しいニュースが出てるんだけども、まあライオンズをめちゃくちゃ支え続けてくれてる方ですから、まあ、何らかでライオンズにまあ影響を与え続けるそういう役職なんてあったらいいなと思うんですけどね。まあ分かりませんよ全然。うん。まあこの先どうなるのか。うん。ライオンズ3勝3敗、マリーンズに1勝2敗とファイターズに2勝1敗で、その中でベテランの大活躍もあった、ファイターズ戦やな。1点ビハインドで栗山が出てきて、逆転ツーラン打ったりとか、で次の日日曜日には若い選手たちが抜擢してもらって結果を出す、守備でポロポロしたりするのもあるけども、渡辺監督代行が目をつぶって選手たちにチャンスを与え、バットで結果を出す、そういうシーンが、あ、来季に向けてこんな辛抱もいるんかと思いながら見てたんですよ。でもそれを感じた若い選手たちの活躍があって、ベルナドームではニューヒーローのインタビューとかもあったから ね。でもあの栗山匠のあの土曜日の逆転ツーランの決め打ちはすごかったね。川野が次の日の報道でストレートを打ったようなコメントあったけど、僕はアウトコースにカットボール投げようとしたのを力みまくって押しが強すぎてカットしなかったんじゃないかなと思うような球に見えたのよ、ライブで見ててね。でもそれをワンスイングで決める栗山すごいね。で次の日日曜日の試合、1勝1敗からファイターズとラバーマッチですよね。終盤ランニングスコアで言うとファイターズ2点先制で、ほんで6回に1点追加点で、3対0から6回の裏に3点追いついたと。で追いつくまでは大体行くんですよ。でも逆転ができないなと思ってたら、9回にファイターズが2点よ、タイムリーで。タイムリーで、水野と清宮のタイムリーで2点よ、2点差かと。だってもう9回の表にアブレイユをマウンドに上げてるからね、先手切っていったのよ。でも9回の裏、柳川に試練を与えるファイターズのピッチャー、新クローザーとも言われてるけど、そうやってプレッシャーを与えながら栗山が2アウト満塁で出てきたよ。2アウト満塁出てきて早々ストライク2つついたけど、ファールで粘って結局は若いピッチャーと対峙しながら粘り勝ちで押し出しのフォアボール取ったやん。その姿を見ていて後続の若手が逆転サヨナラやったもんね。なんか遅ればせながらですけども、あ、勝つためにはこうかと。でバットの出が悪すぎると、もう全然その1球目のストライクとかファーストストライク手出せへんやないかなんて、ちょっと辛口のコメント言ってたけども、この日曜日にはもうその僕の声が届いたんかと思うぐらい、ファーストストライクからガンガンバットを出す元気なライオンズ打線っていうのがありました。これね、本当にパリーグのペナントレースで言っても台風の目となる存在がライオンズかもしれませんね。注目です。毎度お気に入り。